こんにちは。今日はこのセッションでは、2017年3月に発表されたジェンダーレポートの概要をお伝えしたいと思っています。題しまして、世界の研究環境におけるジェンダー、女性研究者の割合増加と男性研究者と同等の影響力についての報告ということになります。2017年3月に発表されました 世界の研究環境におけるジェンダーに関するレポートの背景と調査結果について報告をいたします。まず、エルゼビアについてですが、学術出版から科学、技術、医療を専門に情報分析をしている企業です。さまざまな政府機関や研究機関、大学、科学医療機関においてパフォーマンスを向上させるためのサポートをしています。 そのサポートの一環として、5、6年前から注目されている研究テーマを中心に、情報分析のレポートを提供するようになっています。ご,ご存知のように、国連が持続的開発目標、SDG を17分野で掲げ、その中にジェンダーの不平等問題を解決するという項目があります。弊社では、3年ほど前からスライドの右側に表示されているようなレポートを出しています。 一つ目のレポートはサステナビリティの研究に関してのグローバルな展望。そしてもう一つのレポートはドイツの研究環境におけるジェンダーの調査で、両方とも2015年に発表されました。この二つのレポートがベースとなり、今回の調査報告に至ってございます。これらのレポートはエルゼビアの他のイニシアチブをもとにして、 ジェンダーののの平等とと理工系分野での女性の活躍をを促進すす。ることを重要な目的にしています例えば、ジェンダーとサイエンスが関係する取り組みとして、エルゼビア財団を持っています。このエルゼビア財団は、理工系分野、科学技術と工学、数学といった領域の中で、過去10年間で50件以上の助成金を拠出しています。 弊社としては、ジェンダーの一つの指標として、グローバルなベンチマークを採用しています。それは、エコノミック・ディ d s デン r g e n ジェンダ q u a l リティ、略して Edge という認証プログラムです。エルゼビアは約70カ国にオフィスを構えていますが、日本ではすでにこの Edge の認証を受けています。日本のオフィスには社員が250名程度いますが、その半分が女性です。 経営陣のの中でで女性比率は30ですこの認証にはいくつかのステップがありまして、日本のオフィスはそのうちの1つ目のステップにすでに合格しています。今後、さらにステップアップしていくことを目標としています。では、このレポートについての概要をご紹介します。このレポートは3つのチャプターで構成されています。 一つ目のチャプターでは、ジェンダーの観点から見たときの研究環境の概要を紹介しています。二つ目のチャプターでは、それぞれの社会的視点から比較した、ジェンダーに関するリーダーシップ、共同研究、そして人材の流動性。そして、第三のチャプターでは、研究分野としてのジェンダー研究で出版された論文の寸評を取り上げています。 この中には世界的な専門家へのインタビューに加えエキスパートの視点やその背景情報を紹介しています国の内訳ではアメリカヨーロッパアジア太平洋地域で日本からは日本科学技術振興機構がアドバイザーとしての役割をしていますまた19名の専門家の方々からの支援情報のインプットそしてガイダンス指導なども受けています このレポートはユニークなグローバルデータベースをもとにして専門知識を用いた分析を行っています。今回は12の国、そして地域を対象に調査しています。EU は28か国を1つとして数えています。期間は2つに分けて、その2つの期間をベンチマーキングしました。27の分野、そして12の分析項目、実際の論文の提出数、影響力など、 特許においては世界のパテント機関 WIPO とも照らし合わせています。さらには共同研究や流動性にも焦点を当てています。レポートの元となるのが弊社のデータベースのスコーパスです。スコーパスは世界最大級のアブストラクト、引用情報などをまとめたデータベースです。さまざまなピアレビューの文献、22,500以上のタイトル、 5000以上の国際的な出版会社の内容を網羅したもので、グローバルなカバレージとなっています。中には、英語以外のタイトルも含まれています。それぞれの著者がどういった出版物をどの機関から、そしてどういう引用をされて、どんな共同研究でといったさまざまな情報を調べることができる、そういうデータベースです。しかしながら、ジェンダーの情報がひも付いていないという問題がありました。 そこで、ジェンダーに関する情報を把握するために、ユーザープロファイルなどを網羅しているソーシャルメディア、ソーシャルネットワークのプラットフォームを活用することになりました。それぞれのプラットフォームには、国のリストやファーストネームのリスト、そしてジェンダーということが紐付けられています。そのファーストネームをベースに、男性なのか女性なのかを確率計算しました。そして、 スコーパスの著者のプロフィールとこれらのデータベースの情報をマッチングしました。日本に関しては別のファーストネームのリストを参照する必要性があり、ネイチャーペーパーに掲載されたウィキペディア上のリストから情報を引っ張ってくるという手法を用いています。特許関係のデータに関しては WIPO の研究者が構築したジェンダーに関するディクショナリーから紐づけてくると。 といいうことを行いましたでは調査結果の主要な結果についてご紹介します。日本に目を向けてみましょう。全体の研究会においての日本の女性の比率はまだまだ低いです。しかしそれでも割合としては増えてきています。論文の本数で男女を比較すると、 男性より女性の方が執筆論文の数が多いことがわかります平均的に数は多いのですがだからといって生産性での業績に繋がるというのは結論にはなりません女性の学術論文がトップ10%の学際的な論文の中に含まれているという数を見ると男性よりも女性の方が学際的な論文が若干多いということがわかります 流動性については、日本では女性の研究者が海外に流出するという割合が、今回見ている12の他の国、地域に比べて少し高いということが分かっています。これらの主な調査結果は、ホームページに掲載の PDF ファイルに載っておりますので、ご興味のある方は、ぜひそちらをご参照ください。以上で、ジェンダーレポートの調査結果の概要を終わります。